沢太郎左衛門沢太郎左衛門明治31年5月9日は幕末から明治期の幕臣技術者海軍教官縄貞要名は定時。幼名は栄太郎。函館戦争時に成立した旧幕府軍政権開拓武行。海軍造兵総官技術中将の沢官野城は子息である。小説ベルギーのウェッテレンというところに 最良の火薬機械の製造所があるということじゃ、その工場をぜひ見てきたいものだと思っている。しかし、それは他国のものには見せぬということじゃ、やむを得ずんば、食工になって、君のように労働者の風をして、忍んで見てきたいと思っている。私の親友は、海軍機関大元の沢さんの息子、祖父さんが初めて、オランダから軍艦を買いに、欧州にちょんまげで出かけたという人の孫にあたり、 ドラマ、漢方第1943号、序人及び、事例1889年12月18日。ABCDEFGHI 幕末オランダ。留学生の研究日本におて、西洋式火薬製造機械創立の木母神の夢。AB 夜明けの戦艦新室乱死次第一巻、千賀瀬神社大登り誕,誕生日は幕末の武家界大。ありがとうございます。